い、おかえりお疲れ、こんばんは。何なんだっけ、おかえりお疲れこんばんは、ね、おかえりお疲れこんばんは、はい、おかえりお疲れこんばんは、まちみでーす。はい、ということでね、MA1 担当まちみでございます、はい、今回第2話、放送になったよということ で、その感想なんかやっていきたいと思います。行ってみましょう。スタートン。メイクメイト1、はい、MA1、めめワン、私たちめめワンって言ってますけどね。全然浸透してないけど、ね。めめワンって行かせていただきたいと思いますけれども、さあ、第2話。ありました。はい、いかがでしたか。今回はステージの続きということで。そうね。はいはい。でございました。はいはい。あんまり本調子じゃないからね。あ、そうね。私ね、うん、あの、下のこのね、目、手、手足口、手足口病、口病が大人なのにかかっちゃうっていうね。そう、まさかのね、うつっちゃって、超喉痛いっていう。超喉痛い。冷えびた張るけど、デコが狭くてすぐ剥がれてくるっていうね。そう。辛かった。そうなんですよね。熱が久しぶりに出て、ね。いや、熱は下がったのね、やっとね。今ね、はい、うん、熱下がってきたから、皆さんもお気をつけくださいませ、はい、ね。さあさあ、そんな中ですけれども、はい。はい、あ、まず番組冒頭で、うん、あったんですけども、うん、ただいまのオンライン投票の順位っていうのが出てたんで、ちょっと見てみようかな。放送までのね、間で、はい、それが今ちらっと見たやつね、はい、はいはいはい、こちらでございます、はい、10位までね、うん、1位がリン君、リン君ね、ちょっと細い、うん、前回ね。そう、あの、私もリン君は好きで、はい、かっこいいやんと思ってて、うん、あ、リン君でも1位なんや、そうそうそう、1位まで行くんやなと思って、すごいな、割と控えめなね、うんうん、俺がっていう感じじゃないよねっていう話をしてたの前回。そうそうそう、うんうん、でもあの顔はね、端正なそうや、ね、お顔出しだからすごくかっこいい顔してて、うん、1位リン君、リン君ので2位がビンファン君かな、はい、これビンファン、ビンファン、ビンファン君、はい、ビジュアルナンバーワンね。2位がビンファン君、はい、男前っていうか、はい、男前です。で3位がシオン君、これまた人気があった、ね、かわいい男の子、ね、首振り坊やね首振り坊やね、あのフリフリミラ君とかと同じチームだったね、うん、あざといかもしれない男の子、はいはい、うん、そうね、うん、で4位がまちみが好きなヒョンジュン君、ヒョンジュン君ね、うん、これもあの、はい、八重葉っぽいミラ君のところね、はいはい、万年の男の子 ね、うんうん、で5位がハオク、ハオくんね、中国ダンスナンバーワンね、うん、うんうん、で6位がアンシン、アンシンくんね、アンシン、アンシンね、アンシンくんは私今日見たけどすごく男前だった。まあね、うん、ビジュアルいいですよ、あの、うん、ちょっとエクボもあってね、なんか、うん、なんかいい感じで性格も良さそうだなって感じで、うん、はい、で7位、うん、ミンジェくん、あの歌がうまい子かな、あ、ミンジェくんね、うん、8位が日本人のみどり、うん、あ、みどりくんね、みどりくんって名字なのよね、これ実はね、みどり大輝くん、みどり大輝くんっていうの ね、うん、私もみどりっていう名前かなと思って、はい、珍しいよね、うん、それも珍しいなと思ったけどね、名字みどりもまた珍しいなっていうね、珍しいけど、いずれにしてもね、でも名字はさ、はい、好きにつけられない、好きにつけられない、まあまあね、名前は変わったの好きにつけれるけど、はい、珍しいなって思う、はい、で、そして9位がミラクくん、はい、ミラクくんね、うん、で10位がギヒョンくん、ギヒョンくん、はいはい、10位のギヒョンくんは私推してますので、あのジョンウニのね、ジョンウニのね、ギヒョンくんね、うん、はいはい、ミラクくんもギリギリ9位入ってくれてよかったなって感じ、はい、ギリギリは10位でしょうよ、何言ってんの、いや、そっか、ギリギリは10位か、うん、ギリギリは一歩手前じゃない、ギリギリ一歩手前で入ってよかったな、ギリギリ手前で入ったねっていう、うん、そう、ミラクくんとギヒョンくんよかったな、そうね、みどりくんも人気やね、やっぱり ね、うん、でもあの結構カイくんも11位とか、カイくんはね12位か、うん、で11位がユソップくんとか、ね、ユソップか、なるほど、惜しかったなっていう、男前のね、うん、そうやな、カイくんも結構いい顔してたよ、そうそう、うんうん、キリッとした、そうよ、身長も高くてね、俳優さんみたいなね、うん、はいはい、うん、で、はい、早速本編いきましょうか、振り返りますか、どんな感じで、はい、まずトップバッター、はい、うん、はい、フィクションチームです、ちょっとあんただ邪魔だからもうちょっとしたいって、はいはい、ここでね、あ、フィクションね、あの司会のギガンくん、ギガンさん ね、これがそうそう、うん、ジェヨン君以外、うん、人間じゃないみたいなこと言われちゃって、あ、宇宙人だって言ってね、そうそう、早く人間になれるように頑張れみたいなこと言われちゃってた、いやいや、まあ、あの中間発表的な、うん、あ、みんなの前でやるやつ、そうそう、みんなの前で やるやつの時にね、はい、うん、まあバラバラそうや、バラバラで、ちょっと残念な感じは、うん、あったかなっていうのは確かにね、うん、あったな、
どうなるんやと思ってたけど、うん、頑張ったは頑張ったけど頑張りましたよ。だからあの3人は未経験でしょ。だってそうや、ね、ジヨン君以外はなんかあんまりって言ってたのかな、うん、ね、ドハ君なんてだってカフェの店員なんだもん基本ドハ君はでもなんか韓国美男子って感じがして、ね、まあまあね、可愛、うん、いなと思って。ヒョンジュン君なんかすごいもう勉強しかしてないみたいな感じの真面目そうな子やね、うん、そういう子なんだけどさ、うん、カイ君はまあ身長も高くてね、うん、まあまあ、なんか俳優さんみたいだもん、うん、で結局一番万年のジェヨン君がさ、うん、ダンスが一番上手だからって言って、そうで、あの僕があの引っ張ってリードしていきたいんですけど、うんうん、大丈夫ですかってちゃんと ねお兄さんたちにいい子断り入れて、みんなもそうそう、うん、君しか頼りくる人がいないから頼むよなんつって、ね、そっからすごく頑張ったじゃん、ね、うん、すごい頑張ったなっていう感じして、うん、ジヨン君はねもうなんかあの、まあ、髪型と、うん、なんだろうな、ちょっと角度によってかな、うん、たまに劇団ひとりさんに見える時あるのねないよ、うん、いや男前だけど、ないない、いやちょっと角度によって、ね、ないない、あれひとりがいた今っていう、ないよないよ、あんな四角くないよ、うんうん、いやいやだから、まあ、歌うまかったよ、あ歌も上手です、すごく安定してた、そうだから、うん、安心した、その推しメンバーに選ばれるんかなって思いきや、うん、今回の推しメンバーはドハ君、はい、うん、ドハ君やっぱり、やっぱりもう私傾向分かってきたもんあの会場の人たちのあ、うん、もうあれ票の入れ方がちょっと可愛い人に入れちゃう傾向にあるのかな、可愛、うん、いあの愛嬌のある感じ、うんうん、っていうね、うん、そういう感じ、ドハ君結構ねあの、うん、歌外してたりしてたんやけど、 それでも、うん、やっぱり可愛いってなったのかな、なったよだって確かに可愛い、あの首振り坊やなんだっけ、スヨン君、あシオン君のシオンの時にあもうそういう系なんだって思った、やっぱりもう、うん、だんだんもうどんどんそんな感じになっていったのね、そうね、このチームはジェヨン会には期待したいなって、うんうん、あとドハ君がどこまで ねみんなの応援を受けて人気があるからね、うん、頑張ってほしいよね、伸びていけるかってところでね、ヒョンジ君は申し訳ないけどやっぱりちょっとなんかこうやって進むだけのところもなんかねあったなんかね、うん、ちょっとぎこちなかった、うんうん、あ苦手なんだろうなダンスっていうあるじゃないなんか、うんうん、まあでも運動神経がよかったらダンスが上手いとかじゃないから、そうだね感覚だよね、うん、意外と、まあ、だから、うん、こっからメキメキタイプかもしれないから、まあね分かんない、これはね分かんないですけどね、はい、まあ頑張ってください、次はい、ミスライトチームです、はいはい、うん、ソニャップくん、アンシンくん、セゴンくん、シャオフ、もうここは中国人が2人も入ってるし、アンシンシャオフね、そう、うんうん、チームワークがちょっとよろしくないなって言われてて、仲悪そうだなみたいなこと言われてて、ああじゃあ中国人がもしかしてややこしいんかなって一瞬思ったんやけど、実はまあよくあるね、そうボイプラとかでよくあるやつなんだけど、うん、でもソニャップくんとセゴンくんがどうやらギスギスしちゃってたみたいで、うん、だから結局さリーダーセゴンなんだけど、うん、ちょっと人の意見聞き入れないのよねあの子ね、うん、それで出てっちゃって練習も出てこないって、そう練習出てこないから3人でやっちゃったりしてた時もあった、うん、それで結局さあの顔見せみたいななんかあれ発表の時になったら、うん、もう全然やっぱバラバラじゃないかって言って、そうそうそう、うん、ちょっと怒られちゃって、ま、うんうん、あのハンビョルさんまたでこうしてた、うん、ね、うん、なんかちょっとね、うん、仲良くやりなよってなったんだよね、でも、ね、そっから頑張ったんかな、うん、うん、頑張った、ソニョップがやっぱ頑張ったよ、うん、だからリーダー変わったよね、うん、ソニョップ、うん、それはもうそれ操作出てこないんだもんだってセゴンがでソニョップやってよっていうなってやっぱり2人は中国人だし、あとね、うん、まあでもセゴン君もその後やっぱ心入れ替えてね、うん、ちゃんとやってて、うん、よかったなと思ったんだけど、うん、でも今セゴン君いないんだよね、あいないの、うん、36人でこれスタートしたけども、そうそうそう、今現在もう35人になってるもんね、そう35位までしか出てなかったし、うんうん、投票するやつもセゴン君が消えちゃってて、うん、みんな、なるほど、戸惑ってるところだから、これってそうか途中で棄権しちゃったのか、それとも誰が消えたんだろうなって私思ってたんだけど、そうあなた調べたねちゃんとねセゴンだったんだ、セゴン君がね、うん、どうやらいないっぽくって、うん、でも今回のこの編集でちょっと、うん嫌なとこ入れられちゃってたし、うん、いやいやどうだろうと思ってたんだけど、この編集はもう彼はもう見てないからさ、うん、まあ、別に、うん、そういなくなる前以前にもう放送前にもういなくなってるわけだから、うん、だからもうやっぱりもう向いてなかったんじゃないかな、うん、どういうことなのか分かんないけどね、うんうん、とりあえずそれかまあちょっとこの後体調不良とか体調不良とか、それか順位がちょっと自分の思ってた順位と違くて、うん、ちょっと
もうテンション下がっちゃったとか、うん、このあと一応このステージの全部の36位までの発表はするんやけど、その順位がもしかして悪かったのかなとかいろいろ思ったりね。なるほどね、分かんないけどね、次見てみたい。いやでも悪い人はもっといると思うんだよね。そっか、うん、だからやっぱりちょっとあれじゃない、なんかあったの、うん、俺に向いてないなって、なんか違うなってなったのかもしれないな、うん、そうそう、うん、もしくは本当体調不良か、うん、まあ、おそらくあの公式の発表では大体体調不良って言えばよ、そうね、いろいろあったとしても、ね、うん、体調不良って言えばちょっと体調がね、うん、まあ、まあそれはいいわ、じゃあセゴンがいないんだ、セゴンがいない、じゃあもうセゴンのことはもういいわ、まあ、もしかしたらまた司会者とかで出てくるかもしれない、ハニニーみたいに、ハニニーみたいに、でここの推しメンバーは、うん、安心君、安心君、うん、やっぱりビジュアルがいいから、そうやねんな、うん、結構可愛い顔してたしね、うんうん、安心君、そうそう、だろうなっていう感じはありました、うん、ね、まあまあそういう感じですわ、こちら、あ、ベリーグッド、はい、こちらね、ベリーグッドチームです、うん、だからここがユソップ君とか、はい、元ボイプラの ね、出てたりしてたし ね、うん、で一番右のハクソン君なんかはね、はい、脱北してきて今韓国に ね、うんうん、住んでたりとかね、頑張ってるよ、すごいね、もう、ね、激動の人生よね、そうよね、うん、なんかだからなんか楽しく生きてほしいよね、これから、そうよ、いやもう十分じゃない、楽しいかな、脱北してきてさ、こんなオーディション番組出てるなんてさ、う、ね、もうすごいと思うわ、うん、ダンスなんて到底やってなかったと思うしね、そうやな、うすごいなと思うし、ね、まあでもさ、うん、ハオくんがダンス1位で、ね、そう、ハオくんはダンス1位やん、うん、でもう高音も歌もまた歌えちゃう、そう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 、うん、ダンスだけじゃなくてね、うん、結構歌もね上手やったから ね、ハオくんは結構いいなと思いますよ、うん、はいはい、メンバーに、ユーソップはさすがね、でもボイプラの時は分かんなかったけど、目立たなかった、結構歌うまいなと思って、うん、ボイプラの時ゴヌクの影に隠れてたからね。そうやな、うん、ゴヌクと同じ、そうそう、ジェリーフィッシュかなんかやったんかな、うん、ゴヌクがやっぱ目立っちゃったから、うん、チームでね、でももうもうビジュアルもいいし、ね、ダンスも上手だし、実力もあるなっていう、結構この、うん、今回の MA1 ではリードしていく存在になるのかなっていう、私は注目してますね、ね、うん、分量もね、うん、あとユンドク君、ユンドク君、うん、ユンドク君はまあ私的には、うん、なんかちょっと森山未来君に似てるような、 あっさり顔の可愛い子やなぐらいな感じやってんけど、うんうん、でも結局その推しはこの子に決まったんよね、そうそう、ユンドク君ね、まあ、彼はキャラクターがね明るくて、そうそう、いろいろあのダンスもずっとニコニコしてるとか言ってね、うん、すごくあの余裕があって、なんか途中うわーってこうアドリブみたいにこう盛り上げたり、そういうのが良かったのかな、うん、こういう本当に自分のカラーっていうのをすごくパフォーマンスに出してたんでね、うん、私はこれはすごく、あ、なるほどなって、うん、パッと見やっぱりユソプハオが選ばれるかなと思ったけど、うん、ユンドクの個性にやっぱりみんなちょっとやっぱり可愛い系だね、確かにこの子も可愛い、だから、うん、ですね、もうこの時の観客のねの基準は、好みは次行きましょう、はい、まあ、これ4人今後も注目ね、はいはい、そしてヘローフューチャー、はい、うん、NCT ドリームの、はいはい、ね、ここはビジュアル1位のビンファン君がいたり、出たビンファン、うん、もうあのプロフィールの写真から ね、 ね、男前だったし、でもこういう動いてるのを見たらちょっと可愛いのもあって、うん、すごくいいなと思います、うん、私もそうそう、ね、であとヒョヌク君、うん、でミドリ君ね、ここね、うん、日本人のミドリ君、はい、でスンホ君、はい、ジャンヒ君、はい、5人チーム、5人チームでございます、うん、はい、まあ、5人チームの中でいろいろビンファン君はもちろんビジュアル、そう、ね、ビジュアルがさ一番いい、うん、いいんだけど、実力もビンファン君が一番良かったっていう、そうダンスもね、そうなのよ、実はもうビンファンしか見えなかったみたいなこと言われちゃってて、他のメンバーもうちょっと頑張れ、ボイプラのねファンドンゴンじゃない、なんだっけ、わかんないです、いたじゃないか、あの中国の子でさ、うん、顔がもう本当に可愛い、うんうんうん、いたいた、忘れたね、忘れた、もう1年前なのにね、はいはい、あの子のなんかイメージがもうすごくダブーンだけど、ビーファン君に、うんうんうん、でもビーファン君も今あなた言ったように本当に実力もあるから、う、ね、もう全然こう最終まで進みそうだなっていう感じがする、うん、途中なんかあの、うん、声が出なくてちょっとメンタル崩壊しちゃってたけど、まあ、そういうのもあったけど、本番では実力が出せるっていう感じの人だった、うん、それがまた一つ乗り越えて強くなってるのかな、みどりくんも、うん、あのリハーサルではもうめたくそ言われてたけど、はいはい、本番では結構良かったっていう感じで、みどりくんも本番に強い子なのかもしれない、もしかし
しかして。まあね、まあ、みどりくんもその SNS でね、うん、バズったっていうんで、もう韓国の人たちだってもう有名。ね、もうみんな知ってる知ってるって言って。ほんまに？私知らんかったよと思ったけど。うん、あのね、Cメイトの人たちだってもう、あ、知ってるって言って、ね。知ってるとか言うの、すごいですよ。まあ、ただそれではね、動画ではこうやって階段でこうやってなんかダンスやってるだけだからさ、うん、歌はね、うん、関係なかったわけじゃん。そうやな。うん、だからここでちょっと大丈夫かって思って。うんうん、まあ、なんとかね、なんとかちょっとずつ、ね、成長していける兆しは見えた ね、うん、ね、ここの推しはもうビンファン君でした。ビンファン君でした、うん、はい、もう可愛いしね、うんうん、なんか納得って感じ。そうね、もうスンホジャンヒは全然もう分量もなくて、そうやな、はい、ちょっとかわいそうやったけ ど、あんまし触れられてなくって、うん、本当最初の3人だけなんか言われてて、まあ、うん、でもみどり君も出てきた時に、うん、キャーとか言われたから、そうそう、みどり君もあるかなって思ったけどね、うんうんうん、今回はビンファン君でした。ビンファン君でございます。スンホとジャンヒに注目していきたいと思います逆に、はい、どこまで残れるかそうだね。さあ、そして次、はい、でここ、うん、スーパージュニアの U チームですけども、これ最後にやったチームかな。ここのチームはダンスの経験者がアキくんのみっていう感じで、ここも、あ、しんのすけね、うん、しんのすけちょっと顔の濃い、うん、満島しんのすけに似てるでしょ。はい、似てますね、うん、ちょっと、ね、ちょっと似てるかな、彫りの深いさ。でもこうしてみると、うん、どこの子だっけ、この子タイです。この子タイの子ね、はい、うん、顔ちっちゃいよね。ちっちゃいわ。彫りも深くてすごい男前な感じはあります、うん、彼だけがダンス経験者。そう、はい、でもここもなんかビジュアルチームだねって言われてる、うん、はいはいはい、もう本当にビジュアルでもビジュアルだけかみたいな感じになっちゃってて、あ、ちょっと後が追いついてないなみたいな感じだけど、うんうん、もうホヒョンもこんななんかセンスかなんか広めて、キキキッズの光一君みたいな感じでなんかちょっとね、髪型とかもね、個性的でさ、うんうん、まあ、好きな人はむちゃくちゃ好きよな。でもまあまあ、あれ系はね、うん、ちょっと癖がもうジャケット、裸にジャケットみたいな感じで、ね、今の着てんだろうけど、なんかね、そう、私はスンホ君がむちゃくちゃ好きで、あ、スンホね、うん、ちょっと坂口健太郎君みたいな、なんかね、なんか、うん、塩顔っていうかさ、笑顔のなんかこう、なんかね、癒し系ね、すごくいいと思って、うん、で性格もちょっと見たら良さそう、なんかちょっとみんなを引っ張ってくとこもあったし、はいはい、いいなと思って、はいはい、ここがだからすっごい心配されたけど、うん、本番はまあ思ったよりできてて良かったな、ね、うん、っていう感じ。あきくん頑張ったからね。あきくんも頑張って、うんうん、でここの推しは、はい、ハンギョルくんです。はい、ハンギョルくんでした、うん、やっぱ可愛いハンギョルくんがなったね。可愛いかな可愛くないの、私的にはね、うん、私的には誰だったの、この中だと。でもスンホくんかな、タイプで言うと。う、ね、やっぱり私もスンホくん、スンホくんなれってちょっとだけ思ったけど、まあ、ハンギョルくん、ちょっと可愛い系のハンギョルくんでした、はいはい、うん、はい、でここが最後かなって思ったんやけど、実は本当の最後は次の、うん、はい、はいはい、このウルロンチームが実は最後、うん、トリだったみたいで、前回結構ね、あの、そう、前回の最後にも一回披露したんやけど、うん、改めてもっぺん推しだけ決まってなかったんだっけ。そう、推し決まってなかった。だからこのチームがこんだけ取り上げられるってことは、このチームを推したいのかな、番組的に。何なんだろうね、まあまあね、うん、まあ、一番まとまってて、うん、まあ、パフォーマンスも一番確かに良かったんかなって感じはするし、うん、人気の子がいっぱい入ってるしね、リン君とかミンジ君とかね。そうね、入って、うん、ジュンピュー君とかね。まあね、だからあのミンジ君なんかさ、うん、もうめちゃめちゃめたくそ、ほんと歌うまいじゃん。うまい、うん、めちゃくちゃうまいけど、まあ、ビジュアル的にはちょっとあの、まあ、あのなんていうのかな、大丈夫、ほんわか系じゃないほんわか系、まあ、うん、そうや、この中ではビジュアル担当ではないかもしれんけど、うん、でもやっぱ歌はこの子でしょ、うん、ってなるじゃん。かった、すごく歌うまかった、うん、だからまあまあプロデュースする側としてはさ、うん、まあいろいろ可愛い子もビジュアル系、ビジュアルいい子いっぱいいるけど、こんだけ35、6人もいたらさ、うん、でも名簿としてミンジは絶対残してくれよ、そうやっていう熱い思いがあるんだよねそうか、うん、ミンジェ絶対入れたいんだね、うん、そうそう、ミンジェ入れたいよ、そりゃ歌わしたいよね、うん、そう、だからミンジェの分量多いもん。この子たちは無所属でしょ、だからデビューしても期限なしで、無期限で可能性としては長く活動できるグループだから、うん、だからやっぱり実力のあるグループ作りたいわけよ。だからミンジェ推しね、番組としてはミンジェ推しね、今、うん、見た感じでは。でまあ準曲もめちゃくちゃ上手やった。あ、もう彼もね、本当にビジュアルもいいし、うん、実力もあるし、そう、歌も安定してたしね、うん、だからもうこの2人をちょっとなんとかこうグッとグッとしたい、押し出してる感じはありましたね、うん、でリン君はそんな分量ないんやけど、うん、今のとこ投票が1位だもん。もうそれはもうあの見た目でね、うん、視聴者の感覚だから、あ、リンが2人なんだって思ってる。そう、うん、じゃあちょうどよかったじゃんみたいなね、うん、あ、そうそう、でもオンチョン君が意外と可愛いっていうね、
マンネっていうね、16歳だったっていう。で、まあ、たくまくんは日本人だからちょっと注目。まあね、あと青春スター、ね、青春スター出身っていうことで、ね、出てたっても、まあ、何かとだから注目のチームなのか、そうそうそう、このチームっていうのは、うん、で、ここで推しが誰かっていうと、ミンジェ君。ミンジェ君だった、うん。ここはだから、リン君行くかなって思ったけど、うん、あ、ミンジェ君行ったんだと思って、うん、ちょっと安心。ちゃんとみんな歌を聞いて判断したのかなっていう感じ。はい、ここで終わって、次はこのファーストステージの個人点数を発表しますっていうところで、続くってなりました。はい。はい、というような感じでございました。なので、うん、今回の全部見た上で私の推しは、うん、スンホくんとギヒョンくんで、まあミラクくんも気になるかなっていうところかな、うん、あなたは、なんだっけ、ジュンヒョンくん、ヒョンジンくん、名前がまだ覚えらんないわ今回。なんで正直、あの可愛いマンネの子のこと言ってる、ヒョンジュンくん、ヒョンジュンくんね、ヒョンジュンくん、ヒョンジュンくんね、うんうん、うん、あ、ちょっとあんまりちゃんと考えてなかったわ私、うん、まだまだちょっとね、なんかそんな推しなんて、あ、そう、うん、ちょっとまだ考え、うん、考えついてない感じ、うん、まだそこまで気持ち入り込めてないかな、あ、そうか、うん、これからかな、まだまだね、私も言うてもまだコロコロ変わるかもしれないから、うん、ね、だからかわいい、あとハオくんもやっぱりちょっと気になるね、そうやな、うん、あんだけね踊れて歌えて、うんうん、ってなったらね、そうそう、うん、あとミラクしっかり頑張ってって感じ、そうやな、次はね、また頑張ってほしいね、そうそうそう、うん、まだまだチャンスはあるからね、はい、始まったばかりですから、うん、はい、ということでございます、ちょっとまだまだ注目していきますよ、ちゃんと帯も作りましたから、ね、今回からね、ちょっとなんかもう待ちみかんが、何よ、待ちみかんなくなっちゃってて大丈夫、どういうことよ、待ちみかんあるでしょ、何よ、待ちみかんじゃなくておっさんが出てたから、あんたの言う待ちみかんって何なの、どういうところが、なんかもっとなんとかなのよみたいな感じかなと思ったけど、うん、あ、そうなの、最後の方もうね、普通のおっさんみたいになってた、普通のおっさんじゃねえわ。変なおっさんだわ、変なおっさんか、うん、確かに、うん、あんまりなのよとか言っても気持ち悪いだけでしょ、そうね、うん、いいの別に、うん、いいのね、はい、おっさんみたいなやつでいいのよ、はい、ということでございます、皆さんの感想なんかもね、ぜひともいろいろ書いておいてくださいね、お願いします、うん、そしてあなた推しが決まったんならちゃんと教えてください、お願いします、ね、それを、うん、どれどれっつって見ていきますからね、うん、はい、そしてここまで見ちゃった人は見ちゃったボタン、ポン、はい、押しておいてくださいね、あとチャンネル登録よろしく、はい、よろしくお願いします、おかえりお疲れこんばんは、今日もまちみとお送りしました、また次の動画でお会いしましょう、ごきげんよう、さよなら。